FP ジュニアカデット東地域第3戦ジュニアカート選手権のカデットクラス第3戦です。9台というですね、台数で今ローリングがスタートしていくわけなんですが、予選ヒートの結果順でスターティングリッドが決定をしています。決勝レースは20周行われるんですけれども、今ローリング1周目に入っていまして、ここから2周目です。タイムトライアルが1位を取りました千田龍久。この千田からですね、配列がきれいに整いますとスタートということになるんですが、25番が少し遅れていまして、今鈴木めぐむが遅れて2コーナーから3コーナーへと向かっていきます。この鈴木めぐむなんですけれども、6番グリッドスタートの予定です。対立戻れるか、戻れますかね。今7コーナーから8コーナーのところまで、差し掛かってきますこの隊列なんですが、この列に今遅れてローリングをしていました6番グリッドスタートの25番、鈴木めぐむも加わりました。では全部で9台のレーススタートしていきます。セカンドスタートの春日は予選では8番グリッドからスタートを切り、この決勝グリッドの位置をつかみました。千葉トヨペットコーナーから立ち上がってきます。2列の隊列、もう間もなくイエローラインを通過。さあ今ローリング、もう1周の合図が出されています。からスタートを切ります。セカンドグリッドは春日龍之介、3番グリッドは厚見エイト、4番グリッドは鈴木優太、5番グリッドは小高幸四郎、6番グリッド鈴木めぐむ、7番グリッドは松井沙羅、8番グリッドは菊池隆弘、そして9番グリッド岡澤圭吾、この9台です。前車7コーナーから8コーナーへと隊列を作りながら進んでいます。20周の決勝レースが行われます。千田龍久、春日龍之介、この2台がフロントロー。予選ヒートを見ておりましても、行けるところではもうガンガン行くというような、そんな若さあふれるレースを見せてくれました各ドライバーでした。今度は決勝です。いよいよ決勝、イエローラインを通過、ブラックアンドスタート、今スタート切られていきました。後ろから上がってきているドライバーもいる。ゼッケンナンバー50番も初動が良かったんですが、1コーナーに飛び込んでいきます各マシーンです。千田はポジションを落としていますね。鈴木が上がっているでしょうか。1コーナーから2コーナー、千田龍久は2番手にポジションをダウンをしてしまいました。さあしかしながらサイドバイサイド、ゼッケンナンバー58の鈴木優太についていきます千田龍久です。その後ろにはゼッケンナンバー89をつけます厚見エイトが続いています。厚見とそれからもう1台もインガーから入ってきました。後ろから入ってきています。さらにもう1台来ています。3番手争いも3台になっています。そしてポジションが入れ替わっている。4番手5番手入れ替わりがありました。全部で9台というこのカデットクラスなんですが、20周の決勝レース争われます。予選ヒートでも非常に激しいバトルを見せていました各ドライバーでしたが、まだ序盤1周終了したところです。オープニングラップ取りましたのは58番の鈴木優太、そして千田龍久がその後ろを続いていきます。2番手3番手少し間隔が空きまして、3番手には実験ナンバーが89番の厚見というオーダーになっていたんですが、さあこの89番の厚みは今5番手ですね。ゼッケンナンバー14が前に来ています。ゼッケンナンバー14の春日龍之介です。
先頭がですね、今鈴木、そして2番手に千田、そして3番手にはゼッケンナンバー14の春日となっています。春日、そして鈴木、めぐむ、それからアツメイトといったオーダーで、現在は9コーナーの立ち上がりです。まだ大きな集団という集団はできていません。千葉トヨペットコーナーへと差し掛かってきます。各マシンコントロールラインを通過していきました。2周終了3周目、2周終了3周目、さあ2番手3番手、ここが1コーナーのところで入れ替わります。鈴木優太は先頭で変わらず、その後ろなんですが14番が上がりました。この14番の春日龍之介なんですが、セカンドグリッドからスタートをしました。その春日が一つポジションを戻してきたということですね。それから3番手にはゼッケンナンバー11番の千田龍馬です。4番手にはゼッケンナンバー25をつけます鈴木めぐむといったオーダーになっています。ここから少し間隔が空きまして、その後ろ5番手、それから先頭は今春日に変わっています。春日龍之介が今先頭で千葉トヨペットコーナーから立ち上がってきます。コントロールラインを通過、3周終了しまして4周目、3周終了4周目の周回に入りました。さて現在ですね、4周目の周回に入りましたところで、この後方のですね順位をお伝えしておきますと、まず先頭が春日、それから鈴木、そしてその後ろにいますのが、今11番の千田龍馬です。4番手には鈴木めぐむ、5番手には菊池、そして厚み、松井、それから岡沢、小高とこういったオーナーになっています。さあ2、3番手が今またいや先頭もまた変わってきました。現在は鈴木優太がまたトップに立っているんですが、そのインガーから千葉トヨペットコーナー入ってくるか、立ち上がりはどうか。ゼッケンナンバー14の春日が立ち上がってきました。春日の後ろには58番の鈴木、そして3番手には鈴木めぐむとなっています。優太めぐむと続いています。2番手3番手です。4番手にはゼッケンナンバー11番の千田龍馬となっています。そしてその後ろなんですが、5番手にはゼッケンナンバーが27番をつけます菊池、ここまでが一覧となっています。そしてまた先頭が春日となりまして、4周終了5周目の周回、5コーナーからの立ち上がり、 2,3 番手が詰まってきました。 2,3 番手が詰まってきた鈴木優太に対して、鈴木めぐむが今インサイドから飛び込んでいって、8コーナーからの立ち上がりの並んでいます、並んでいます。しかしながら後ろに引きました。前には出られません。さあそうしている間に後ろからやってきたゼッケンナンバー11番の千田ら、千田も鈴木めぐむに仕掛けていきます。今コントロールラインを通過で、ゼッケンナンバー27の菊池もやってきまして、この5台いつ入れ替わりが起こってもおかしくないような、そんなバトルに変わってきました。5周終了6周目、5周終了6周目の周回です。こうしてる間に先頭の春日は逃げていく。2番手3番手4番手5番手が近づいてきた。2番手には鈴木、58番の優太です。優太、めぐむ、そして千田龍馬が入ってくる。5コーナー入ってくる。立ち上がりどうか。後ろから菊池もやってきた。菊池も入ってくる。これで鈴木めぐむは2ポジションダウンとなります。8コーナー、2番手3番手4番手5番手までがポジション激しく変わっています。そしてその後ろなんですが、6番手7番手8番手9番手とこの4台も、この4台の中でも今バトルが起きていまして、一つポジションを上げてきましたでしょうか。岡沢が上がっている感じ。千葉トヨペットコーナーからゼッケンナンバー34岡沢健吾が上がってきました。89番の厚みをかわしました。厚みはこれでポジションをまた7番手までドロップしてしまうということになってしまいます。6周終了7周目、6周終了7周目です。先頭の春日、2番手以降に対しまして少しリードを築きました。そして4番手5番手なんですが、千田龍馬とそして、鈴木めぐむです。千田龍馬何か今合図を出しながら走っているという
ような感じで手を挙げましたが、さあそんなですね春日なんですけど、そんな、今千田なんですけれども、後ろから鈴木めぐみに詰め寄られています。5番手5番手です。ここがテールトゥーノーズになっていまして、千葉トヨペットコーナーから立ち上がってきます。前が少し空きましたね。これで2番手3番手が2台、4番手5番手が2台というような形に変わってきました。先頭の春日は57秒113、そして2番手の鈴木優太は57秒601。やはりこのトップ集団の中でも春日龍之介がラップタイムがいいです。鈴木優太は57秒601、菊池は57秒390、そして千田は57秒678となっていまして、鈴木めぐみは58秒台です。春日龍之介は57秒1。そんな中2番手3番手4番手5番手、ここは2台ずつのバトルになっていて、菊池が入ってきまして2番手に浮上。こうしてバトルをしている間にラップタイムも落ちますし、トップが逃げていきます。千葉トヨペットコーナーから立ち上がってきます。8周終了9周目の周回です。さすがにとりましては有利ないい展開になってきているという感じなんですが、2番手3番手が2台バトルをしていました。菊池隆弘が2番手を取っているのですが、この菊池を先頭としてですね、2番手集団が4台で形成されているんですが、この集団は前の春日を逃がさないようにとにかく前を追っていかなければならない、そんな状況だと思うんですが、今春日は1人旅に変わってきています。7コーナーから8コーナーです。ラップタイムも春日龍之介は57秒2、菊池もさっきは良かったんですね、57秒214です。春日龍之介が57秒219に対しまして、菊池隆弘は57秒214でした。この2番手集団の中で一番速い菊池を前に出して、この菊池が前を追っていくことができれば、春日に追いつくんですが、9周終了10周目です。そして後方の集団なんですが、ゼッケンナンバー34の岡澤から松井までの4台、この4台もポジションの入れ替わりは今のところはありませんが、非常に激しくなってきています。さあそして今そんな話をしておりましたら、ゼッケンナンバー89の厚見が入ってきました。この厚見が今5コーナーのところで、1つポジションを上げまして岡澤の前に出てきます。岡澤の後ろには小高、そして松井と続いています。そして2番手争いのこの4台の集団はといいますと、今3番手を走っています58番の鈴木に対しまして、4番手の11番千田が迫っている、そんな展開になっています。10周終了11周目の周回です。さてレースは後半を迎えました。折り返しを過ぎています。2番手は2秒568というタイムギャップが生まれています。先頭の春日が57秒034、そして2番手の菊池は57秒324です。ラップタイムを春日がいい57秒0です。対して2番手3番手4番手菊池千田、この3名は57秒3というラップタイムで周回をしています。千葉トヨペットコーナーから春日が立ち上がってきまして、11周終了12周目です。今6番手のですね、厚見エイトも後ろの集団から離れてきまして単独に変わっています。6番手を走行しております厚見エイトですが、今単独走行のような感じに変わってきています。後ろが少し離れました。34番の岡澤圭吾がその後ろ、そして岡澤、小高、松井とこの3台が詰まってきています。5コーナーから立ち上がりです。なかなかですね、この小高も前の岡澤に仕掛けることができずここまで来ているんですが、8コーナーのところでもかなりその距離感が詰まっているのは分かるんですが、
すぐに仕掛けるというようなそれぐらいの距離感まで来ているんですけれども、なかなか動きません。この千葉トゥーペットコーナーのところで変わってくるか。さあ、ようやく並んできました。これで小高が一つポジションを上げまして、ゼッケンナンバー50番7番手に浮上です。12周終了13周目の周回です。ちなみにですね、この今34番をつけていまして8番手を走っています深澤なんですが、予選ヒート終了後にエンジン交換を1回行っておりますので、最後尾スタートということになりまして、最後尾からのこの決勝ヒートを迎えています。さて、今12周終了13周目なんですが、先頭のカスが完全に単独走行になりました。1位と2位の間隔も2秒台だったところがもうすでに3秒以上のタイムマージンを築いています。コントロールラインを通過、13周終了14周目の周回です。今3秒0から3秒3に広がりました。さらにそのタイムギャップを広げながら春日が今先頭を取っています。57秒013というですね、ラップタイムで、春日が周回していくのに対しまして、菊池は57秒255、そして3番手の58番の鈴木優太に関しましては57秒464です。さあ、その鈴木、後ろから来ております鈴木恵にですね仕掛けられています。そして千田龍久も入ってきました。この3台のバトルがまた熱くなった。7コーナーから8コーナー、これをやっていると今度は菊池がまた逃げていきますからね。鈴木、今優太がなんとか3番手を取って、そしてその後ろに千田、さらに、鈴木恵といったオーダーになっているんですが、春日と菊池にとりましては、有利な展開に変わってきました。14周終了15周目の周回に入ります。残り周回数もだんだん少なくなってきましたが、トップの春日57秒280で独走です。トップ2のタイムギャップは3秒346というところです。2番手争いは4台だったところが菊池が抜けてきましたので、3番手争いの3台という集団に変わります。58番の菊池、11番の千田、そして今鈴木恵が千田をかわしまして4番手に上がっていますので、鈴木優太、鈴木恵、そして千田龍久といったオーダーに変わります。3番手、4番手、5番手です。トップ春日がコントロールラインを通過しますと15周終了16周目の周回です。予選では第8位というところからスタートを切りましたこの先頭の春日なんですが、予選で2番手まで上がってきまして、そして2番グリッドからのスタート、さらには独走というところまで上がってきました。タイムトライアルの時には振るわなかったような感じもありましたが、それでもやはり公式練習の時にはトップタイムを出すなど好調を見せております春日です。3秒713というタイムギャップをつけまして今独走体制に持ち込んでいます。そして先ほど変わりましたのが3番手の鈴木優太と鈴木恵です。3番手には鈴木恵が上がりまして、4番手に鈴木優太といったオーダーに変わっています。その後ろに千田龍久が第5位。さあ、そしてその後ろのですね、厚み以降のバトルなんですが、ゼッケンナンバー89の厚み8が今6番手7番手に小高投手ロープになっているんですけれども、もう少し間隔が空いています。さらにその後ろには松井沙羅が来まして、そして岡澤圭吾といったオーダーになっています。岡澤はですね、何かそのエンジンに不調があったということでエンジン交換をしましたが、この決勝レースでも少し苦しんでいるようなそんな感じが伝わってきます。16周終了17周目です。2番手のゼッケンナンバー27菊池に対しまして、その後ろ25番の鈴木恵が追っています。その後方では鈴木優太と千田龍久のこの2台のバトルが激しかったこの周回なんですが、残り周回数3周を迎えましてコントロールラインに戻ってきます。
さあラップタイム見ていきますと、鈴木恵が56秒693、それから鈴木優太56秒967、千田龍子は57秒019です。そして2番手の菊池も57秒台でした。さあその菊池かわされていく、ゼッケンナンバー25を鈴木恵が入ってきました。鈴木恵が2番手に浮上。そしてこの5コーナーのところで返していきたいが、ここは返せない。立ち上がり少しずつ伸びていく、ゼッケンナンバー27鈴木、あーちょっと今引きましたね。そしてその後ろから来ておりました鈴木優太も入ってくる。今度は鈴木優太が仕掛けていくが、アウト側、そして千田龍子がその後ろぴったりとついていきます。一瞬の展開でもうドロッと順位が変わりそうな、そんな4台なんですが、今コントロールラインを通過しまして、春日18周終了、19周目の周回、残り周回数2周、残り周回数は2周となりました。鈴木恵む、菊池隆弘、鈴木優太といったオーダーに入れ替わりました。これはまだ1周半以上あるから分かりませんね。最後にもしかしたらこの2番手、3番手、4番手、5番手、大きく順位が変わってくることも考えられます。2番手から5番手までのこの4台のバトル、先頭の春日は悠々と今一人旅をしているところなんですが、その後方で、しかも春日から鈴木までは4秒843というタイムギャップも生まれているんですが、その後方で今8コーナーから9コーナーに向かっていきます。この4台のバトルのファイナルラップでのバトルが楽しみになってきました。今コントロールラインを通過、残り周回数1周、残り周回数1周です。2番手から5番手、この集団が今1コーナーに向かっていく。今のところは鈴木恵が2番手を取っています。鈴木恵、菊池、そしてその後ろに鈴木優太、千田龍久、この4台大丈夫か。3コーナーから立ち上がってきました。3コーナーから4コーナー、少しずつ間隔が空いていますね。さあ4コーナーから5コーナー、ブレーキング勝負になってくるところ、さあどうか、千田が入ってきた、入ってきた、鈴木のインサイドから入ってきます。鈴木優太のインサイドから入ってくるが、立ち上がりはちょっと苦しい、後ろに下がってくる。8コーナーから9コーナーに向かうところでどうなってくるでしょうか。まだ並んでいる、8コーナー立ち上がり、まだ並んでいます。立ち上がりは鈴木が前、立ち上がりは鈴木が前、そして鈴木恵が第2位で、今先頭の春日に対してチェッカーのフラッグが振られました。2番手3番手は入れ替わりはなし、そして4番手5番手も入れ替わりはありませんでした。今チェッカーのフラッグです。その後方では第6位では89番の厚み、それから第7位では小高、それから第8位は松井、第9位は岡澤という順で今チェッカーを受けていきます。春日が独走4秒357というタイムギャップを築きまして、トップチェッカーを受けていきました。20周のカデットクラスのレースでした。